これすすすごいリアリアティあありますねあのなんですか8歳か9歳ぐらいの女の子のモデルだと思うんですけども、まあ、本当に何かこう医療用のロボットでね、まあ、どういうふうなその症状反応するのか患者としてね拒絶反応が起きたりとか条件反射が起きたりとかする中でどうやって治療するかってことが非常に分かりやすくなると。だからこれは 普通の役者の女の子を使ってくると非常にコストもかかるしものすごく手間暇かかるし衛生的にも問題があるところを患者さんがするべきね反応をプログラミングしたその年代のロボットねでやっぱりこうなかなか言うこと聞いてくれないわけですよ大人だったらね治療のためだからっていうんで本人が我慢してくださるところも子供はただ単に目先の治療も嫌なこととか あの周りの人が自分を押さえつけて嫌なことをしてるから早く逃れたいっていうねそういう風な本能の方が強く働くところを、まあ、実際の人間でやるよりもロボットでやった方がそうシミュレーションしやすいとかね、まあ、それからいろんなこう人権上の問題も起きにくいってことなんですよね。うん、これ非常にこんなリアリティーやってよくできてるなと思います。あの動画概要欄に該当の,あのプレゼン動画つけておきますんでもう非常にうまくできてますよね。 だこれをね、だからこう、性犯罪とかなんとかっていうのに、まあこう、考える人もいると思いますし、まあそういうニーズもあるんでしょうけども、どちらにしてもテクノロジーがどん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 、あのー、リアリティを帯びてね、私たちの暮らしにどんどん入ってきてるなというところで、まあ有効に使える部分が多いかなと思うんですよ。今回みたいな医療用のロボットができちゃうと、いつでも治療の練習ができるわけじゃないですか。でこれはすごいなと思いますよね。うん。ここまででもね、リアリティがあると、 さすがにね、なんかそのいろんな別の使い方とかも考えるのはこれはもう仕方がないことじゃないですかねあ。ちょっと本論とは離れるんですけどもやっぱりこういう話題はあの別に隠,し隠せるわけじゃないんで言っておきますけどもあの小児性愛とかのもしね解消になるんだったらこれも一つのニーズだと思うんですよ。あのというのが実際の小さな女の子しかもういないとなるともうその欲望を放つのに犯罪しかなくなって。 あの本当に人の人生をね終わらせてしまう可能性もあるわけですよねでも、まあ、問題はいろいろあると思いますし意見はいろいろ分かると思うんですけどもこういうふうなねいわゆるラブドール型のロボットがそういった欲望を持ってる方に与えられたら多分ずっとその中で自己評価してあの終わっていくと思うんですよ少なくともリアルなあの将来あるお子さん女の子が被害に遭ったりとかね でその結果、まあ、あの生きてななないい状態にされちゃゃうみたいなことは減るんじゃないかなと思うんですけどね少なくともこういったあのロボットを段取りにして実際の女の子とやったらどうなるだろうみたいなことが起こるリスクを考えるとぐっと減るんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、ちょっと話戻しますとこういった医療用のロボットがかなり成功にできていてねこれによって、まあ、いろんな医療の発達とかあの医師の経験値があの実際の治療 OJT を通じなくくてててもちゃんとスキルアップしていくっていいっうのは非常に明るい話だと思いまから、ねうんまあ、こういったこともこれからねいろいろと興味持っていきたいなとこれ動画自体が2020年の10月8日なんでもう1年半とか結構経つんですよだからここよりもまだまだまだ進化したのが世の中に出てくるでしょうね。うん、あとは実際にその人間の例えば内臓とかねあの神経系とかをモデリングしたそういったロボットとかで出てきて。 もっともっと人体の解明とかねそれから寿命のなんかこうの伸ばすとか寿命を伸ばすとかいろんな研究がこれから行われるんじゃないかなと思うんですね。以前は実際の人間を使うしかなかったものが今は実際の人間を使わなくても人間と同じようなものをね、あのー、メタバース上でできたりとかこうやった医療用ロボットでできたりとかするのはちょっとリアルすぎてすごいねゾッとするところあると思いますけども、うん、なんかすごくこれからも。 期待が持てるかなとだからテクノロジーは人を責めるためにね戦争みたいなことね今行われてますけどそういうのに使うんじゃなくってまあ是非ね人の幸せのために使ってもらいたいなと思いまして今回の動画は以上でございます、まあ、概要欄からちょっとねあの早回しでもいいから見てみてください本当これよくできてるなと思いますよじゃあ失礼します <laughs>